こんにちは、レイカクリエイターです。今日は面白い描き方でバラを描いていきます。バラを描いた後はニュースペーパーの記事を重ねて可愛く仕上げていきます。ぜひ参考になさってみてください。それではスタートです。はい、じゃあですね、まずはバラの花を簡単に描いていきたいと思います。キャンパスサイズ 3000×3000 の解像度300にしています。で、色はまず赤でいいかなと思ってます。クラシックのここのグラデーションのスライダー一番左にして、こっち一番右上にすると真っ赤ですね。カラーコード F2 つ04つですね。 FF004 つ、これ何色でもいいんですけれども、一応赤で描いていこうかなと思います。で、今回ご紹介するブラシなんですけれども、今日は面白いブラシ使います。レトロのグルービー、こちら私も使うの初めてなんですけれども、ブラシサイズ最大にして、このブラシ、こんなブラシです。これでバラを描いていきます。ちょっと力入れる感じですね。最大にしてもこんな感じです。これをですね、ちょっとくるくるくると2周ぐらいやってもらえればなと思います。もうなんか少しバラっぽい雰囲気にもなってるんですけれども、1周2周ぐらい少しやってもらえればなと思います。で、これができたら湯がみに行って、ここに右回り渦巻き、左回りに渦巻きあるんですけれども、どっちもいいんですけれども、一応じゃあ右回りに渦巻きクリックして、サイズ 45% ぐらいにしています。で、これどうなるかっていうと、ペンをね、真ん中に置くと自動的にくるくる回ってくれます。で、ちょっと回したいところがここだけだったので、もっと大きい範囲を回したいっていう時はこのサイズ大きくしてもらえると、もっと大きくくるくる回ってきます。なので、こんな感じでちょっとやってもらえればなと。回しすぎちゃうとどんどんこう真ん中が白くなくなってきちゃうので、これをバラの中心にしたいんですね。なので、ちょっとこうこの辺に置いてくるくるくるっとして、なんか少し赤と白が混ざり合うような感じでちょっと作ってもらえればなと思います。で、一旦ここまでできたら、あとはもうほんとバラの花びらを追加したらバラは完成になります。で、バラね、どんな感じかちょっと見ていきたいので、いつものアースプラッシュの、こちらは花束で検索して出てきたバラの写真になるんですけれども、こちらをちょっと参考にしながら描いていければなと思います。画像保存で、これでここでキャンパス基準イメージを読み込む、ちょっとさっき開いたんですけど、で、この横の方にイメージを見込むで、横の方にこの写真のこの花びらの感じですねをちょっと見たいので、なんとなくですね、どんな感じで花びらついているのかなっていうのだけ見ていければと思います。じゃあですね、赤にして、このカリグラフィーの水彩ペン、こちらを使ってみようと思います。これがですね、結構優しいタッチなんですね。少しじゃあちょっと 40% ぐらいに小さくして、そしてインキングのシロップとかは結構きっぱりかっぱっきりしたようなブラシなんですけど、こちらはなんか水彩ペンっていうだけあって、こんな感じでふわーっと塗れるので優しい感じかなって思いますね。こんな感じですね、今なんかある赤を利用しながらちょっとこう太くしてあげたりですとか、こんな感じでちょっとやれたらいいのかなと思いますね。このなんだろう、ちょっとよくわからない形ですけれども、これをなんか利用してくっつけちゃうとか、そしてなんか花びらに見立てていくような、なんかそんなことをできたらなと思いますね。ここもそうすると、なんかもう写真があまり関係なくなってくるかもしれないんですけれども、なんか横にこうバラの写真を置いてなんかやることによって、なんかちょっとバラっぽい雰囲気に寄せていけるのかななんて思ってますね。にして、この今ある形を利用しながら、なんかちょっと足してあげるような、そんな感じですね。この白は残して、ちょっと残しとくといいですね。白残して赤をちょっと追加していくような、そんな感じでいいのかなと思いますね。こういう感じでちょっと出してあげていく、
ここも少し足して厚みを持たせてあげるような感じですね。でバラ見ていただくと分かるんですけれども、これは本当上から見たイラストで、こう横から見るとこういう形なんですね。ちょっとこうなのでちょっと重なっちゃいますけど、少しこう下にこんな具合に少し縦にこういう感じ入れてあげると、横から少し見たような雰囲気になるのかなと思いますね。こういう感じでいいかなと思います。でここにもじゃあこんな感じで重なってやっていって、で今ブラシ使ってブラ、今ブラシの水彩ペンですけど、これを隣のぼかしツールで同じ水彩ペンで使うと、こういう風に外側の白をこんな風に中にも持ってきたりするんですね。で、あ、いらなかったなと思ったらこの中の赤でこういう風に消したりもできるので、ですね、少し白入れてあげたりとかしながら、ちょっとこう間に入れてあげてもいいかなと思いますね。こういう感じで、こっち足してあげたりとか、これで一度よしよしとしたら、ちょっとせっかくなので3つぐらい作ろうかなと思うので、少し小さくして、今これですね、複製して、例えば横に持ってきて、でこれを少しもうちょっと上向きに角度変えたりしながら、ワープにして、ここら辺をこんな感じでちょっと上向きにしたりとか、ここ上を持って少し下げたりしたり、上げたりすると少しですね、ちょっとこう角度の違うバラができたりするのかなと思います。また複製して、白い矢印左右反転均一にして横に持ってきたりとかして、ちょっと角度変えたりとか、花びら増やしたりとか、ちょっと雰囲気変えてもいいのかなと思いますね。ちょっとこうこんな感じ、ちょっとこっちには少し花びら足してあげるとかして、ちょっと一つのバラを基準にちょっと作ってしまうような、そんな感じだとちょっと楽に増やしていけるのかなと思いますね。ここもちょっとこうちょっと白足したりとかして、こんな感じでですね、一つのバラから3つちょっと作ってみました。で今日はですね、ここからラッピングしてちょっとバラの面白い表現をできたらなと思うので、じゃあここで写真は一旦隠しちゃいますね。今日はニュースペーパーの記事をちょっと貼ってみようかなと思います。ここでアンスプラッシュのサイトに行って、ニュースペーパーバックグラウンド検索していきます。そうするとこういったおしゃれな画像が結構あったので、絵とか画像保存、こういう画像とか、これとか、使う記事は下の方にリンク貼っておければなと思います。じゃあ、記事も選んだので、ここでですね、例えば、ちょっとグループ化しちゃいますね。グループ化して、複製して、下のじゃあグループを下に持ってきこようと思います。こんな感じで、増やしたとして、で先ほどの写真の記事を写真を挿入で先ほど選んだこんなのも、例えばここの写真だとしたら、こんな感じで一度これかな、上に持ってきて、これでマスクをクリップとするとこんな感じで記事の形にバラをカットすることができます。でちょっと模様を動かしたいなということであれば、白矢印でこんな風に動かすことができますので、生地の柄も楽しいですし、赤い柄も楽しいですし、ちょっと一回下隠しますね。隠しちゃって、でそうですね、こっちも、さっきの写真を配置して、
ラインの位置して、この上に持ってきて、これでマスクをクリップとすると、こんな風にできますね。全部生地でもいいですし、赤いバラを一つ残してもいいですし、お好きな感じでやってもらえればなと思います。でここに下にですね、新規レイヤー追加して黒にして、ここでカリグラフィーのモノラインで、ちょっとこう茎みたいなのもちょっとスッと描いてもいいかなと思いますね。ここでちょっと葉っぱも描いたりして、こっちにも葉っぱを、写真を挿入して、ちょっと違う感じので、これでマスククリップとすると、こんな形の釘と葉っぱも作ることができました。どうかな、これでして、ここにもちょっと増やしてみようかな。こういうとこからこんな感じで増やしてみて、楽しいですね。こんな感じで、ではい、今日は、まず簡単にバラを描いて、でその後に上に生地を乗せてラッピングしてみました。まあ、実際は、マスククリップですね、マスククリップしてやってます。簡単に可愛く描けますので、ぜひ試されてみてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。